樋口勘次郎、樋口勘次郎、樋口勘次郎大正6年12月13日は日本の教育学者。号は乱林。長野県諏訪郡富士見村出身。1887年、長野県市範学校に入り、卒業後は東千区郡で小学校訓導を務めた。1894年、東京高等市範学校文学科を卒業し、同訓導を。 女教諭となった。付属小学校指示補助を経て、1899年に東京高等師範学校教諭となる。1900年から1903年までイギリス、ドイツ、フランスに留学した。帰国後に東京高等師範学校教授になるが、1904年に辞して、早稲田大学講師となった。さらに、放置新聞論説記者、雑誌、新教育。 帝国教育の主筆などを務めた。その他、帝国教育会主事、大日本平和協会幹事、大日本教育団幹事、教育教授研究会幹事、教育雑誌記者会幹事、小学貯金銀行相談役、文明通信社社長、教育職産株式会社専務取締役などを務めた。要校前は、ヘルバルト理論の確立化を批判し、 フランシス・ウェイランド・パーカーに基づく統合主義心教授法を表し、要項後は国家社会主義心教育学を表して社会的教育学を広めた。ありがとうございます。